南関東勢が後ろで様子見という形になりまして、ホームストレッチ田中浩二、相田翔一、鈴木真嗣の南関東勢が後ろ、残り2周回。北日本勢を抑えた2番下沖ですが、7番田中浩二が前へ前に踏んでいきまして、こちらが先頭に立ちます。3番相田翔一、4番鈴木真嗣と難関3人が出て動いて、2番下沖は中段取り4番手で、5番門脇はジャンで6番手、巻き返してきました。7番田中浩二をめがけてかましの攻撃、5番門脇翼、2センターでは田中浩二を捕まえて先頭に来ました。今日は目標に追走している1番の鎌田、ホームストレッチは北日本勢再度主導権取りで難関勢が中段、2番下沖浩二は6番手に再度置かれまして最終周回へ、5番門脇の先行になりまして、3番手中段が7番田中浩二の南関東ライン体勢縦1列、そして切り替え気味に6番の住村実が現在6番手を伺ってきまして、難関勢の後ろへとスイッチですが、先頭かからせて5番門脇、後ろは1番の鎌田聡、そしてショートまくり7番の田中浩二、内をついては3番の相田翔一ですが、門脇、田中浩二が差し切って降臨、5番田中浩二、7番の田中浩二、